どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。はい、どうも続けましょう。ナイスケースケーでーす。ピースです。そして、チンチンです。はい、ということで、yeah. 運命の人は誰だ。カラクルナイのラブレター人狼。これはちゃんとした企画説あるぞ。説あります。昨日の夜中、急遽考えました。おー、ちゃんと前日に用意してる。でも、ルールはまだ俺たちもあまりよくわかった。基本的には人狼に結構近いゲームなんですけど、まあ役職というかキャラクターネームの書いたカードが今あります。不動真一、ジン。まあコナン君は不動真一と同一視していい。あ、同一視していい。同一視していい。人狼サイドが言うたらこのジンとウォンカですね。あー、なるほど。黒の組織を見つける。で、最初目標をまず言います。蘭姉ちゃんが運命の恋人であるコナン君を当てるというのがこのゲームの最終目標です。はいはい。蘭姉ちゃんは最初に私が蘭ですっていうのを言ってもらいます。なるほどね。で、このジンを引いた人、これが言うたら人狼の役です。あ、ジンだけに。はい、ジンだけに。ジンだけに。そうですね。これを引いた人は人殺しをしてもらいます。はい。で、その際に誰を殺すか、どうやって死ぬかを決めてもらいます。で、そのどうやって殺すかのカードがこの辺に書いてあるんですよ。例えば、これ引きました。これ、潔く。潔く。どういうこと？なんか、ドンキとかそういうことじゃないの？足と名刺があって、いや、わらわら。まあ、潔のいい死に方を、LINE かなんかで送ってもらうんですよ、その。なるほど。その後、コナンってよくどっかしら出かけるじゃないですか、その。うん、で、まあ、事件が起こると。なるほど。死が海って書いてあるんやったら、その殺され役の人が、落ちちゃいます。あの、死亡フラグを自分で。僕は推理に入るんですけども、手がかりとしては、犯人がどういう殺し方で殺したか、うん、そういう癖が出ると思うんですよ、犯人に。で、あとですね、この犯人が引いた、このカードは、ハイバーさんも知ってます。で、推理パートの後によくコナン君とかでこう脱出シーンってあるんですよ。こうバイク乗ってブーンってなって、残り4人その選ぶ候補がいるわけですよね。その4人は俺がブーンって言って、俺がコナンだってみんな言うわけですよ。で、蘭姉ちゃんはコナン君はこの人だって思った人の語り子を使うと。で、よっしゃ、オッケーって言って、ブルーブルーって言って、その時に、まあ、自分が、何役だったかを、その人は言ってください。うん、それで、一応ゲームセットというか。だから、2夜とかはないわけ。うん、1夜。1夜というか、もう1回死んで、推理して、なんかコナン探して終わり。これはさ、誰が勝って嬉しいの？何で言ったの？一応、この2人を選んだわけで、コナンを選んだら勝ちで、この心を灰原を選んだら、同点。一回やってみましょう。一回やってみましょう。とりあえず弾きますか。じゃあ、デンガーさんから。今回は、蘭姉ちゃんはいません。カズハ、手挙げてー。あんたら早く行くでー。早すぎ。マッチしてる。早く平氏の事件家族姿が見たいわ。じゃあ、カズハ、事件起こしに行くか。事件起こしに行くか。あ、じゃあ。俺はショッピングに行きたいな。あ、誰やねん、お前ら。僕、光彦。うな、うな、うな重。お前、ゲッタ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 、すぎやろ。俺、ショッピングモールで服を買いに行きたいな。うなど。あいつ誰？なんでやん。俺は西の名探偵、服部平次や。あんたかいな。あんた早くこうできんほんまに。うなぎ、ほら服買ってくる。ちょっと試着してくるわ。試着してきてやるから。何試着。あんまり高い動きだ。いやだ。ああ何や、どうしたんや。チャックに肉が挟まった。チャックに塗るな。何どうしたんや。出血が。エイジ、エイジ、エイジ、エイジ。あんたのこと一生忘れへんよ。ウエイジ。見ていこうと、ゲンタ。うなどん。うなどん、はい、見ていこう。はい、今日はさ。じゃあ、ジン、ジンと思ったらさ。うなじゅう。なんで私の兵士を殺したの？過去もうなどん食べたい。それはもう心地いいやん。過去も心地いいやん。おい、ちょっとカザさん、この二人怪しいっす。いや、だって。僕は蜂蜜が好きです。うなじゅう。ブーさん。誰？ブーさん。あ、やっぱりこいつ怪しいっすよ。そんなやつあんなやってくれたな、本当に。はい、でもゆきりぬさんには、ゆきりぬ
じゃない、プーさん。プーさん、プーさん、プーさん、プーさんがチャックでお腹を詰まらせて出血たりまで死ぬなんていう深い考えができる人じゃありません。深いのかそれは。でもさ、警察も自殺扱いする可能性ある。自分でこうやってさ、チャック上げてんだからさ。あ、じゃあ灰原さんはいないか。うわ、あんた怪しいかも。な、あんた何ですか。あんたちょっと突飛な発想するじゃん。なんでですか。なんでですか。あんたは何なの。ボス光彦です。光彦、私も光彦ですよ。光彦、じゃあどっちか。嘘じゃん。お前は小学校1年生なのに40キロの元太か。うな、うな、元太くん。うな、うな、うな子はクールみたいになってるから、もうちょっと喋ってくださいよ。誰が死んだよ、うな聞くってなるわ。俺たち勝手に死にました。勝手に死んかったら、これもう結構終わってる可能性あるぞ。それでは今から運命のマイクパートです。はい、マイクパート。あとタイマーが30分だ。私も運転しますよ。僕は三輪車ですよ。乗ってください。乗って、ここだ。あんたが兵士か。以上、あんたが兵士だろ。兵士、兵士、何してんのあんた。同点。それでは始まりましょう。ラネちゃん手挙げて。はい。お。お。いい、いい。いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。バロー。お前がお姉ちゃんか、バロー。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 バシオンタイムとかにあるかもしれない。シオンタイム、ガラスの像は危険よ、やめて。いや、今日はそこに何かが起きる気がする。ガラスの像はやめて。綺麗と言われるからね、ガラスの像。綺麗と言われるから行ってみよう。じゃあ、行きます。はい、行くぜ。シュー、だからやめろって言ったのに。何ですか。これが大きいの、あの紙飛行機。あー、紙飛行機。お、ここになんか大きなシフォンケーキの像があるぜ。シフォンケーキね。このシフォンケーキの像は確かここに仕掛けがあって、こうすると倒れるようになってるんだな。やめなさい、やめなさい。いや、自殺やな、ほんまに。やめなさい。いや、今どうしても俺はこの像を倒したい気分さらないんだ。それは労災が降りないか。スイッチがあったら押したくなる。あのスイッチを取ってくれ。あのスイッチがどうしても押したい気分なんだ。じゃあ、慎重に押すぜ。いくぜ、せーの。おー、倒れてきたぜ。
カラクレナイのラブレターゲーム皆さんもぜひやってみてください。商品が希望、商品が希望ね。もうすぐできるけどね。すぐできる、はい。